大分県王飛行場の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大分県王飛行場は、大分県文王の仕様の町田台にある飛行場、大分県王空港とも呼ばれる。九百八十八年に始まった、農林水産省の農道離着陸場整備事業の一つとして建設され、九百九十二年に、 宝飛地区の道義離陸場として開業。1997年に自民輸送も可能なその他の飛行場に格上げされ、現在の名称に変更された。京浜地区への高付加価値の農作物の供給、及びそれによる農業の振興、地域の活性化が目的とされた。京浜地区まで直接飛行できる航続距離の飛行機は離着陸できないため、 農産物は近隣の大分空港を経由して羽田空港まで運ばれていた。現在は再三面で当初の目的で利用されることはない。旅客輸送に関しては一時期九州航空が大分空港との間に週3便の定期便を運航していたが、現在は定期便はなく大分空港や福岡空港、鹿児島空港など近隣の空港への貸切飛行や 遊覧飛行が主である。同社は、敷地内に運行管理事務所を設けている。また、大分県防災ヘリ、豊風の運行基地となっているほか、日本分離大学航空宇宙工学科が、空港に隣接する敷地に、県王空港エクステンションキャンパスを設置し、エンジン運転や、整備実習を実施している。二千四年二月には、県王フライングクラブが設立され、運行会社である。 九州航空所有の機体を使用しレジャー飛行及び訓練飛行などを行っている。2014年6月22日より大分フライングクラブに名称を変更した。ありがとうございます。